ボディスラム、セカンドロープからエルボーを落としていきます。ツーカウント。現在まで三沢朝子組が公式戦1勝2敗の勝ち点が2、そして一方の井上川田組が2勝1敗の勝ち点が4ということになっております。そうですね、その得点から見てもですね、はい、2敗以上はこれはちょっと優勝戦に残れないんじゃないかっていう部分がありますんで、ね、そうですね、もう三沢選手もこの試合は絶対に落とせないという引き分けも許されない、そういうことですね、はい、さあ逆エビ固めの体勢、全公式戦終了時に得点の上位2チームが1月の23日後楽園大会の優勝戦に進出することになっております。現在まで2敗を喫しております三沢朝子組、この試合でモースさんご指摘のようにもし負けあるいは引き分けとこれ以上失点を重ねるということになりますと優勝戦の進出が非常に難しくなってまいります。そうですね、トップは知ってる田上志賀組がですね、はい、もう3勝してますからね、はい、さあ顔面桁押し攻撃に出ました川田、容赦ない、さあ負けてはいない、朝子も立ったぞ、立ち上がった、さあショックだ、おっと、さあ川田、おっと、耳のあたりか、川田、これは効いてるか、休みません、朝子、さあ、その川田を向こうに追いやっておいて、試合の権利を三沢に譲り渡しました。いやモースさん、この若手選手と川田選手が試合をする時の一つの目安として、はい、川田選手を本気にさせられるのかと、そうですね、ということよく言われるんですが、それがやっぱり そんだけ自分の実力が上がっているという証拠にもなりますからね。そうですね、今見ますと川田選手目がもうかなりマジに、今あの顎にいい形で入ってますね、ましたね。さあその朝子からいい形で試合を譲り受けております三沢光晴です。顎をがっちりと決めてぐーっと腰を落とします。三冠王者、ここで離します。青コーナー、自分の陣地にこの井上を引きずり込んできます。さあ朝子です、朝子悟です、超世代軍の切り込み隊長、堂々としたこのリング上での態度であります。井上正雄の背中のあたり、エルボーを打ち込んでいく、打っていきました。顔面をかきむしっていく、おっとここで井上の動きが止まっているか、かなりのダメージが井上蓄積しているようです。さあすかさずカバーだ、2カウント。必殺背骨折り人の異名を持ちますこの井上正雄、1月2日3日の開幕2連戦小橋組田植え組を相手に井上正雄が2夜連続アルゼンチンバックブリーカーで勝利を奪っております。川田組の2勝、現在までの2勝は全てこの井上正雄が自分で決めているものです。蹴り上げていく、さあ三冠王者、おっとかなりこれは足から崩れ落ちていきました井上正雄。ここで朝子に試合の権利を譲ります。三沢光晴トップロック、エルボーを落としていった、エルボーだ、よいしょ、よし、よいしょ、さあブレインバスターの体勢こらえます。さあ打っていった、井上正雄が打っていきました。そして先ほど
迫悟にいいキックを見舞いされた川田俊明、先ほどのお返しとばかりにバチンバチンと桁をしていきます。エレボー落とした、浅子だ、エレボーだ、ロープに飛んでハンドを利用してのエルボー、さあもう一発、さあこれはこれはどうか、ブレインバスターの体勢は浅子悟です。あーっとやはりここは軽々、おーっと軽々投げられ、そして蹴倒され、まさにアスナロ、若手選手の育成が目的というこのリーグですが、厳しい修羅場が待っております。放送席前です、井上正雄が待っておりました。さあ鉄柵か鉄柵か鉄柵か、思い切って投げつけていきました井上正雄。さあ今度はおーと場外でボディスラム、そして今度は川田だ、川田だ、川田が場外、おーとマットがない、マットがない、マットのないところでのボディスラム、先ほどの鉄柵、そして場外のボディスラムに連発、さらに蹴っていきます川田。試合時間15分が経過いたしました。アスナロ育成リーグの公式戦30分の一本勝負、浅子悟、試合時間15分を経過したあたりで我慢の時間帯です。あ、今の場外ではダメージがどのあたり残っているか、さらに川田俊明、無情のボストンクラブ、ぐーっと腰を落としていきます。あーっと今度は青コーナーの三沢光晴に、これ見逃しのボストンクラブ、さあ田村さん、いった三沢光晴がカットインであります。ここで試合の権利は井上だ。さあ井上正雄は先ほどの場外で痛めた浅子の腰に照準を絞っていきます。さあくるっと体を反転させて、あっとボストンクラブ肩逆エビ固めです、肩逆エビ固め、これはサードロープを下を浅子の腕がくぐっております。和田恭平レフェリー、ロープブレイクを指示します。もうこれはかなり効いてますね、効いてますね。先ほどのやはり桃田さん、場外での、はい、場外でのスラムとそれからキックですね、川田選手の、はい、あれがかなり腰に、もう腰があんだけ痛められると要するに踏ん張りか、おーとヘッドシザーズホイップ、これはもう渾身の力を振り絞って、そうですね、だけどタッチにいけないですね、やっぱり。なるほど、立つこともこれはかなり厳しいという状況になっております、浅子悟。さあ井上正雄が三沢との絆を分断いたします。タッチに行かせません、井上正雄。そして赤コーナーは速いタッチワークになっております。 蹴り上げていきます。さあダブルのブレインバスターだ。対空時間が長いぞ、腰から落ちるのか、腰からか、三沢は入りません。腰から落ちた、腰からいった。いやー、しかし桃田さん、はい、この浅子一人がジュニアヘビー級ということもあるんでしょうけれども、ね、やっぱりあのウェイトのハンディはもちろんあると思いますけど ね、 このタッグの場合にはやっぱり、はい、あの精神的なもんってのものすごい大事ですから、精神的なもん、もう自分がもうちょっと踏ん張れば、はい、要するにパートナーにタッチできるっていう気持ちがありますからね、おっと返した。あのシングルで戦ってるのもかなりやっぱり、はい、あの精神的には違いますよね。なるほど、青コーナーの三沢選手もカットに入りませんね、ほぼ。これはある意味では要するにその浅子選手を信頼してですね、要するにその彼の成長をまた要するにその期待しているのかもしれませんよね。なるほど、さあ井上です。おっと担いだぞ、担いだぞ、背骨折りだ、背骨折りだ、バックブリーカーだ、痛めている腰、カナディアンバックブリーカー、おっとこれはさすがに三沢もカットに入りました。
井上雅夫の18番バックブレイカー。11月16日のシングルマッチでは井上雅夫、この浅子悟からアルゼンチン式バックブレイカーで勝利を収めております。さあ浅子悟、まず一旦三沢美猿につないでおきたいところ。時間はまだあります。あーっと、着地しただけでもかなりのダメージ。さあフィッシャーマンズスープレックスに行こうというところ、返した、これはうまいフェイスクラッシャー。しかし自らの腰も打っていきました浅子。カットに、いやタッチに行くことができるか。さあどうだどうだ、タッチ成立、タッチ成立、三沢のエルボーだ。フェイスロック、フェイスロックを出した三沢美猿、フェイスロックを出した。顔面かきむしりでクリアしております井上、エルボーです。さあラリアット、バックを取った、バックを取った、ラリアット、猛烈ラリアット井上。そして川田、そして川田だ、ハイキック強烈。あれも素晴らしい角度が入ってます。タイミングバッチリでしたね。サイルボー、そしてもう一度、選手権試合を見るような猛烈な攻防だ。エルボーだ、ハイキック、エルボー。アスナロ育成リーグの公式戦、三沢浅子組対川田井上組、素晴らしい攻防、ハイキック。さあ三沢、三沢ハイキックです。さあリングの中央に戻して、戻して浮いた、さあ固めた、どうだ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 、スーダ返してる、キックだ、エルボーだ。いやいやいや桃田さん、素晴らしいですね。もうこのアスナロリーグ戦は若手の育成が目的ということになっておりますが、いやそれにしてもこのトップ選手の攻防というのはやはり見応えありますね。それをやっぱりあの若手に見せて、はい、お前らも強引にやんなきゃダメだよっていうところを見せてる感じですよね。さあハイキックだ、さあ川田、一人で二人相手だ、投げ倒した、完全な形で譲りを出しました川田。赤コーナーとプロップの上、ミサイルキック、さあ三沢にも行った、三沢は場外。さあバトルだった、ラ・マヒストラルは川本、ただついてる、ついてる、どうだ、カウントは勝つ、ツーカウント、三沢は場外です。さあ浅子悟、先に立ち上がったぞ川田、川田だ、川田入った、川田入った、井上に猛烈アシストか。さあ赤コーナートップロープは井上、トップロープ井上、高さを利用して、そのまま落としていった、カバーは三沢のカット。さあ三沢と川田、三沢と川田だ、三沢は場外だ、試合の権利は井上と浅子だ。さあ今大きくうなずいた井上、何かを確信したか、バックを取った、ロープのハンドを利用した、利用した、尾てい骨割り、アトミックドロップからクロックマスター、ホールドはどうだどうだどうだ、返していった、腰のダメージは想像を絶するものがあるでしょう。浅子ブロックバスターホールドを返していきました。場内からは浅子コール。さあ今度は、今度はどうだ、バックブリーカー、背骨折りだ、回した、回転バックブリーカーだ。さあ三沢、三沢がカットイン。さあ今度は川田がカットイン。さあどうだ、固めたぞ、どうだ、浅子、惜しい、いやいやいや、浅子悟の18番ラ・マヒストラルを見せていきましたが、惜しい。さあ、足元、おっと、うまい、
これはうまい。さあタコ井上さんをフィッシャーマンズスープレックスだ。カバーはカバーはどうだ。カウントは2つ。ああやはり井上にもかなりのダメージがあるか。さあバックを取ったのは浅子。ハイキック、おーっといった、強引にいった、力でいきました井上。これも2カウント、これもカウント2で返している。ここはあの若い2人の本当踏ん張りどころですよね。そうですね、時間はまだあります、あと5分あります。30分1本勝負、残り時間は5分、まだまだ時間はあるぞ。カバーはどうだどうだ。さあ川田が出た、川田が出ました。ドラゴンスクリーン、川田にゴーッと、桃田さん、川田がゴーッと耐えた、耐えた、ジャーマン、ジャーマンからカバーは、これはどうだ、これも2カウント。さあ三沢朝子組チャンス、川田は場外です。先ほどのドラゴンスクリューで川田かなりのダメージ。さあニュートラルコーナーとプロープに井上正を据え付けました。三沢ミスタル、三沢の強烈アシストが、強烈アシストがあるか。さあ三沢この井上を持っていくか。セカンドロープからトップロープだ、トップロープだ、トップロープだ。サードフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナーからこれはどうだ、入った、3つ入った、カウント3、浅子がやりました。ジュニアヘビー級の浅子悟、宿命のライバル井上雅夫から見事な3カウントダッシュであります。